それではですね、こちらが MF ゴーストに登場する3台でございます。はい、ドドンと出ておりますが、どうですかゲストの皆様、乗ってみたい車とかはあります？実際に大阪さんはせっかくなら、はい、まあ、MF ゴーストの主役が乗ってる86、はいはいはい、乗ってみたいですね。はいはい、私はやっぱなんか車詳しくない私でも86とスープラは聞いたこと、うん、やっぱ昔からある車種だったので、86乗るんだったら私はスープラ。いいですね、豪快ですよね。豪快豪快、うん、仕方ないんで私は GTR で。仕方ない自らね、自らもう自らですから。だってサクちゃんはさ、前に乗ってるじゃん、ミワちゃんの35 GTR はね。いいじゃないよ今日は。いやもうぜひ土屋さんもドライブ、はい、お願いします。体感したいです。ミキさん何してる？ミキさんは、私はですね、うん、個人的に土屋さんに乗ってほしいな、86とか。86、はい、わしの。あなたの車全開にするとあなた怒るでしょ。怒らないですけど、そこでちょっと相談させてください。多分ね、帰りね、東京帰れないと思いますよ。マジか、マジか、事務所ごめんよ。じゃあ行きましょうか。はい、というのもですね、土屋さんに今から運転していただきまして、うん、その助手席にあの皆さんに乗っていただこうかなと思っております。はい、持つところがないんで。ああ、そっか。そうですね。では。久々だね。ワクワクと怖いものと。土屋さん、俺が悲鳴あげるまでやるからな、ね、久々だよね。いや、本当ですよ、ね、もうあの時はもうマイク持ってましたから、僕は。そうだよね、はい、本当に声出しちゃいけないのに、土屋さんがサービス精神旺盛で、本当仕事か自分かを取るので。ちょっとタイヤ温めよう。はい、テリーさん向こうだそうです。香水しました。アウトラップですね。ピットアウトして、コース、タイヤ冷えてたんで、タイヤを温めながら、まあ、おとなしいよね。走っているところですね。あんま喋ってるのうるさいかな。大丈夫ですか？あー、ここで。あ、もう始まっている。はい、あ、なんてこと。うわすげえ。行くなぁ。外から見てても速いですもん。いやいや、やばいよね。怖いよ、怖い。いや、怖いですよ。乗ってる。うわぁ、音もすごい。いや、確かに音もすごい。あれ乗ってね。あ、やっぱ直線速い。速い。何キロぐらい出てるんだろう。確かに、何キロぐらい。直線何キロぐらい出てるの、ね、直線でね。はい、確かに、なんか美穂さん平然としてるけど。うわ、さっき相当興奮してましたけど、美穂さんのために走ってますよね、土屋さん。これ代わりに助手席に乗った人いっぱいいたもんな。なるほど、近くでも来るなって。人生初スタートに来て、まさか土屋さんの隣に乗せてもらえるなんて。めっちゃ安定してる。すごい。そう考えると前桜に私土屋さん乗せて走ったのよくわかんないな。本当ですよね。本当ですよね。助手席が土屋さんって。桜ってそんな飛ばしてたら逆に。まあまあそうですけど。どういう番組みたいな。確かにそうですけど。すごい人乗せてたの。いや、いいよ。本当に出してないね。いいっす。本当ですか？何
グーのヘルメットも入ってないし、いやこれは帰ってくる土屋さんに感動してます。車もそうですか。いやいやいや、これだって R モードにしたら電線がオフになるから、はい、もっと暴れるよ。ですよね。すごい確かに。いやいや、いやこの電線はめっちゃ頭いいよね。うん、どっち行きますかね。ここで止まる。はい。後輩です。危ないよ。危ないよ。戻ってくるよ。本当いい。の。面白かった。ね、戻ってきた。一緒の思いです。ありがとうございます。いいえ、かっこいい。さっきと似合うな、やっぱこの車。そうだね。いいですね。めっちゃいいわ。赤いラインがかっこいい。さすがニスモね。いやいやいや。ニスモだからかな。はい。もったいなくてね、電制御オフにできない。今この GTR 35ニスモってとんでもない金額だから。興奮してる。本当だ。どうですか、土屋さん。いや。今さ、この35 GTR ニスモってとんでもない金額なわけよ。だから本当だったら取材だったら電線オフにして振り回すんだけど、もったいなくても今数千万だから。ポルシェフェラーリを後で怒られちゃいますもんね、皆さんに。まあやらしてくれるけど、金額を知ってるから今の、もうポルシェフェラーリより高いわけよ今。だからもう電線そのままで、まあこのぐらいだったら今ちゃんも許してくれるかなみたいな。どうですか。いやいや、あの R モードに入れないでノーマルであの速さなんで、うん、やっぱり車がすごいじゃなくて土屋さんがすごいと思います。土屋さんは車がいいいいって、僕は土屋さんがいいいいって言って車の中でいい、あの褒め合ってました。そうだよね。お手伝いが何か嫌ですよね。大人はね褒め合ってるんですからね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい。もうネタかっこいいわ。ああ、やった、嬉しい。ありがとうございます。ネタかっこいいわ。やった、上がる。オモステなんです。オモステか、はい、久々だな。オモステどうですか。オモステ、いや久々だよ。オモステ今ないですもんね。はい、なかなかない。オモステは下今日思い出が一つ増えます。だいぶ飛ばしたのが分かったから、ね、優しく走ってんのは気づくかもしれない。確かに。そっか。近い。さっきもこんぐらいだった。こんな近くに。これは後から見たらドキドキします。これのだってほしいな。やってたからすごい。よかったです。
を持って乗ってきてよかったなと思いますね。そうですね、でも怒られるぐらい。ベターかっこいい。かっこいいですか。やったー。ベターかっこいい。なんか乗るたびにテンション上がるんですよね。いや、俺、あのスープラ全然入って。いや、もうさ、うん、横でずっと見てるからさ。そうでしょ。なんかあれ、あ、シュート目みたいに見てたでしょ。シュート目どころじゃないよ、鬼嫁みたいな。俺を見てんじゃなくて、うん、メーターを見てる。何回転回してるみたいな。実際乗ってみてどうでした。だから、あのね、ボディがしっかりしてる。あ、そうですか。やれてないこの86は。うーん、あ、そうなんだ。もちろんそのボディ補強もしてるし、5バルブにエンジン乗せ替えてるんだけど、うん、そのボディがしっかりしてる。土屋さんみたいな橋がもうできないので当たり前ですけど、なのでたまにこの子にご褒美みたいな、こういう走りをさせてあげないと。確かにそれはね、はい、自分の限界を知ってるってことはいいことですもんね。そう思う、そう思う。でエンジンもやっぱりちょっとレース用っぽいエンジンが入っているので、回してあげないとやっぱかわいそうなので、僕が運転するよりも僕のヒーローである土屋さんに。もったいなくて回せないから俺が代わりに回してあげる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。車の話、番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。